矢島藩長の遺行である矢島陣屋の水堀屋島藩は江戸時代初期及び明治時代初期の藩の一つ、宇宙国百合郡矢島の矢島陣屋に成長を置いた。藩主は生駒家。佐抜国高松藩の藩主であった生駒高年は家中太り締まりを理由に領地を没収され、官人領として矢島一万国を与えられた。さらに高年の着難。 高清が弟の年明に二千国を分治したため、以降の伊駒氏は八千国の交代より合いとなった。慶応四年の母親戦争で東小や高氏は新政府に組みし、戦後一万五千二百国に公示起死された。これによって、伊駒家は約二百年ぶりに諸侯に列して、再び八島藩を立藩した。したがって、厳密に言えば八島入るから、 交代より合い確定までと、再立藩から、廃藩地権までにしか、矢島藩は存在しなかったとことになる。生駒氏は大和国生駒間にに羊を持つ。戦国時代に、尾張国へ移り、生駒近政が、織田信長、豊臣秀吉に仕えた。豊臣政権下では、佐抜高松17万1800国の大名に立身した。 関ヶ原の戦いで近政は西軍に味方したものの、着難の数政を東軍に参加させたため、戦後は所領を安堵された。しかし、数政の孫である高利氏は主職にふけて民政を帰り見なかったため、内中に激しい派閥構争が発生した。やがて内奮は幕府の知るところとなり、官営17年に改役された。官人領として、 矢島一万国を与えられた高都市は、八森神屋にて、約二十年の南京生活を送った。高都市の後を継いだ高清は、弟の年明に、異星寺に宣告を分治したため、以後、伊駒家は八千国の江戸詰め交代より愛表、五礼衆となった。歴代当主は、江戸上府であったため、領地当地は、軍部業の三浦家門ら山本一党に委ねられた。しかし、 山本一党は、防政の限りを尽くしたため、1677年に、農民代表が江戸へ上り、高都市から数えて三代目の当主である地下沖に、直訴した。地下沖は、山本一党に切腹を命じ、年貢も、かつての基準に戻すよう命令した。しかし、城代画廊の市橋彦兵衛は、山本一党と変わらない基準で徴収しようとしたため、農民たちは逃亡し、 佐藤二座右衛門が再び直訴する事態となった。近沖は従来の徴収基準に戻す胸の主因状を二座右衛門に渡すが、しかし逃亡した農民たちは帰郷しなかったため、やむなく年貢を従来の基準に戻すことを約束するに至った。これを遠方騒動、または二座右衛門騒動という。1780年七大当主の親睦が将軍、 徳川家春より、国入りを許され、以後は参勤交代を行った。領内の実情把握が可能となったため、それ以降の歴代当主は反省に力を入れた。慶応四年の母親戦争において、新政府に抗する、奥越列藩同盟が結成される。十二代当主の親孝氏は、当初同盟に加盟したが、後に家中を勤能論に統一して、新政府に組みした。これによって、 省内藩から攻撃を受け、親高氏は陣屋を自焼きして撤退する。以後、新政府軍と共に東北地方の陳部に勤めた。戦後の高直氏の結果、生駒氏は1万5200国の諸侯に列し、約250年ぶりに佐抜神を称することが許された。翌年、軍港により、小天六千国を可視される。しかし明治4年7月21日の廃藩地県で、 矢島県となり、同年11月2日に、秋田県へ統合された。明治17年7月8日、親商に男尺が授けられる。生駒や戸様交代より合い戸様1万国8000国1万5200国、高と高たかきよちかおきまさち新木親商親公子街親同親,親、高し明治維新後に、百合郡一市村が加わった。文家の伊勢巨地は 百合軍に十一村を漁していた。ありがとうございます。